はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで、今日の動画は遊戯王カード。僕過去のに動画で遊戯王カード、昔の遊戯王カードこんなにたくさん出てきたってデュエリストケースにねあって紹介したと思うんですけども、あの遊戯王カード1000枚以上あると思うんですが、果たして査定したらどうなるのか、もうすごいバラバラというかね、いっぱいこうバーって入ってたので、こう一枚一枚見るのが多分手間だと思うんですよね。普通に自分でもこうどんだけの価値があるのかなって調べるのに。で、今回はトレトクというね、トレトクさんというね、販売買取を行っている遊戯王のねサイトがありまして、そちらの方でちょっとね査定をお願いしたいかなと、バッて送ってどんな感じなのか。とりあえずね、今回そのちょっとサイトの紹介と、あと遊戯王カードどんなのがあったかなっていうのをちょっと振り返って、軽くですけど見てやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで、こちらがトレトクさんのホームページになります。ポイントその1、査定無料、送料無料、プロの査定。ポイントその1とか言っておきながら3つありましたけども、送料無料、これすごいでかいです。やっぱカードって1枚だとすんごい軽いんですけど、束になった瞬間にめちゃくちゃ重くなって、普通ね、重さと大きさでね、こう宅急便とかお値段決まるんですけども、それが送料無料と。はい、そしてさらに、無料梱包キット。これすごいです。段ボールのお申し込みができますということで、まあでもこちらをね、お申し込みしないと買取の手続きが進まないんですけども、やるとね、段ボールとガムテープ届きます。こちらに全部必要な事項を明記して、箱数、こちら1箱から10箱選べますね。小サイズ、大サイズ。10箱ずつでも大丈夫です。そんだけカードの枚数があれば。それだけ送っても1枚ずつ丁寧に査定してくれるということでしょう。はい、そして送信するって押すと、ご登録いただいた E メールアドレスに、こちらのサイトの方からメッセージが届きます。そうすると、マイページ、出来上がりますね。はい、ということでちょっと振り返っていきたいんですけども、こちら、まあ、前回ね動画でやってるので、詳しくね一枚一枚見たい方はそちらの動画をご覧になっていただけると、どんなカードがあったなっていうのを紹介してるのでわかると思うんですが、このね下に銀ついてないですよね。もう本当に初期の頃からやってました。これのね1個前の遊戯王カードとかもあると思うんですけども、確かバンダイさんから出てるやつかな。これコナミなんですけどもね。はい、ということでいっぱいあります。はい、山とかね懐かしいですね。フィールドカード、そして儀式系、これも懐かしいです。はい、思い出サクリファイス、いいですね。レッドアイズ、おお。あとトラップカードなんかも結構ねたくさんあります。これノーマルでいっぱいあるんで、こういうのもね一枚一枚見てくれるっていうことでしょうかね。今はねなんかこう規制とかがねいっぱい遊戯王かかっちゃって、僕わかんないんでねやれなくなっちゃったんですよね。なんか頭が追いつかなくなっちゃって自分ので。効果モンスター、おサイバーポット、懐かしい。白い泥棒、懐かしいね。こんなのいたね本当に。あ、クリッター、これもなんか今使えない的ななんか話をね聞いたことがありますけども、ちょっと確かじゃないんでわかんないですけどもね。まあこんだけいっぱいあります。これがショーの段ボールでございます。これショーの段ボール、ちょうど入るんですよね。ここに入れて、でこれも入カード入ってるんですけど、これもカード入れて、ここに入れて、これで OK と。これぴったりですよ、本当にぴったり。これでガムテープして送ればいいっていう感じですよ。送るっていうか違うか、集荷依頼出して佐川に来てもらえれば、佐川さんにね。はい、これでまあちょっと片っぽだけだと心配なのでちょっと十字で止めますけど、これで OK と。さすがっすね。じゃあちょっと集荷依頼出したいと思います。そして、今みたいに、こう箱に、段ボールにね、詰め込んだら、
集荷お申し込みということで、こちらにね、もう一度お名前、振り仮名、郵便番号、住所、そして電話番号、E メール、こちらを打って、箱数どれだけ入れたか、これを希望、こう打って、集荷希望日。今撮影してる時期が19日、10月19日なので、2日後ですかね。これを選択、2日後以降選択して、希望時間、結構細かい時間まで設定できます。10時から18時。はい。10時に、11時に設定すると、こっちは2時間おいきで20時までと。こんなような具合になっております。そして送信と押すとね、こう、佐川が来てくれますので、佐川急便さん来てくれますので、そこで送るとなっております。はい、ということで、査定が終了して、僕のところにメールが届きました。数日経ってね、メール来ました。勝松様、お世話になっております。株式会社ヤマトクです。お品が到着し、査定が完了いたしましたので、買取金額のご案内をさせていただきます。どうなったんでしょうね。見ていきましょう。王国&王国への船で、王の右手の栄光ノーマルレプリカ。状態 B、31円。1枚で。すごい。アビスソルジャー、懐かしい。使ってた30円、シークレット。いいね。他は？まとめノーマルやスーパー以上で状態 A で200円。まとめて200円。カオスソルジャーが300円。お、すごい。すげえ。はい。サクリファイス、懐かしいね。サンダーボルトも50円、40円。ノーマルでも40円。すごいね。懐かしい。覚えてる、覚えてる。スケープゴート、千獣ゴッド。デビルフランケン。やっぱ昔のカードよく覚えてますね。はい。ということで、まあ、こんな感じでね、メッセージが来ましたけども、これでね、買取に承諾する場合は、このメールに買取承諾と返信すればいいんですけども、返却する場合は、返却と書いて送れば返ってきます。ただし、その場合は、送料負担ということで、自分がね、送料負担します。なので、着払いかな多分。もしかしたら、ちょっとどんな方法で送られてくるか分かんないんですけども、多分着払いだと思います。はい。ということで、送られてくるということで、今回はね、僕はちょっと、やっぱ思い出の品なので、やっぱ思い出のね、品はそんなね、値段をつけるものじゃないかなって、ちょっと個人的に思っちゃうので、今回僕はね、返却というね、手段を取りますけども、でもね、すごい、3日ぐらいだったかな。マジあんなに大量に送って1枚ずつちゃんとノーマルとかね、こうやって査定してくれたのは非常にありがたいですね。もしこれでね、もし本当になんか10万円とかのねものがね見つかったりしたら、はぁーってなるじゃないですか。普通にすげーってなるじゃないですか。だけども、まあ今回はちょっとそういったものがね見当たらなかったので、ちょっとね、まあ自分の思い出ということで手元にね保管したいと思います。ということで、皆さんもねぜひね、気になったら本当に無料なのでね、もし本当に売りたいって方は全然いいと思います。なので、こちらのトレドクさん下の動画概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てご利用してみてはいかがでしょうか。ということで、また明日です。